いよいよジパング本土への全部隊の上陸作戦を決行するネイザン。しかしジパング本土の守備隊はそれまでの部隊とは比べ物にならない強力な武装をしているのだ。我々はつくもの紋章を持った侵略者の追撃のため、いよいよジパング本土に全部隊を展開させた。ジパングは謎の多い国、情報は極めて少ないが、戦いをここでやめるわけにはいかない。ここで引き返せばまた同じ恐怖心を抱えて生きることになる。我々の背後にはアルテミシア本国の支援もついている。そしてホワイトファングも今では大切な戦友として決死の作戦を共にしてくれている。我々は決して孤立していない。ジパング本土にいる今、一切の油断は禁物だ。各部隊、心してかかれ。はっ。ボルフラム、そんなに熱くて大丈夫？実戦の場では冷静さだけが命綱。そんなことは傭兵に言われなくても分かってる。そう、次の作戦の内容は理解してるわ。それにここからはジパング本土、地の利も完全にあちら側になる。私たちにとっても情報の少ない場所なんだから、だからもっと冷静になったらどう？というのが私からの提案よ。さてと、ホワイトファングはいつでも出撃できる。命令まで待機するわ。好きにして。ああ、よろしく頼む。鎖国の島で、ジパング。一体どんな国なんだ。それに、ボルフラム、君たちにとってこの戦いの意味は何なんだ。隊長、目の前から敵の戦闘ヘリが間もなく接触します。応援はまだなのか。隊長、友軍の戦闘機が到着しました。よし、戦闘機は戦闘ヘリを撃墜しろ。地上部隊は施設を制圧し本部へ攻め込め。戦闘機は一部のユニットを除いて地上からの攻撃には当たらないはずよ。視界も広く確保できるから偵察にも向いているわ。Rifleman, ready and waiting. Double time!
my attack run. Woohoo! Yeah! For Artemisia! この島一帯の地図だな。山岳地帯に存在する戦国要塞が厄介だな。江戸中枢に向かうルートは他にあるか。偵察班の連絡によると、伊賀山、甲賀山の間にある渓谷から首都方面に移動しているジパング軍を発見したそうよ。もしかしたらそこが近道かもしれない。このルートを攻略の候補に挙げておこう。
sir. For the king! Riflemen, ready and waiting. Closing in on the enemy. Target acquired. You're going down. Trail.
fury on the move! King!
First in, last out. On me. Fire at will. いくら島国とはいえ、これだけ広いと進軍するだけで部隊が疲弊してしまう。中枢への近道があれば。この周辺は中継基地が3つと敵の前哨基地が東側にあるわ。道路側に沿って中継基地を占拠しながら基地を攻めるのよ。この島に関するデータもあるかもしれない。各部隊は心して攻めにかかれ。Phenomenal. So shall it be.
Sometimes you gotta roll a high six. イソロク様のおっしゃった通り、事件の前日、タタラは武器商人オルジオと密会していたようです。ふん、ご苦労。引き続き情報収集を頼む。よい。オルジオか、厄介な相手が絡んだ。タタラ家はジパングの誇りを捨て野心に走った。しかし我欲のためだけか。真の狙いはどこに。